あくまでもホームに投げることが僕らの仕事で、これ真似しないよね、そうですね、まあ、これはあのアメリカの一つの例なんで。もう左ピッチャー特有のファーストの牽制なんですけど、牽制ですね、これはなかなかアマチュアでは左ピッチャーが走れなかったり、はいはい、基本的には多分山間で走らせているところが多いのかなって、まあ、その極意というか、はい、なんかアマチュアの時は上手だったんですね。そうなんですよ、あのアマチュアの規定とあのプロの規定と違うんですよ ね、はい、アマチュアは2段モーション OK で、はい、プロ2段モーションダメじゃないですか、すごい僕一番初めにあのキャンプで牽制のなんかあれを講義みたいなのがあって、左ピッチャーの、うんうん、で審判の方が来られて、で一番初めこれやったんですよ、うん、したらもうすぐボークだって言われて、もう絶対それはもう一発で取られるって言われた、うん、それはどこの部分だったの？あの僕どっちかというと足上げて膝をこう曲げていくじゃないですか、うん、でその膝を利用してこれで牽制だったんですよ。あ、なるほどね、はい、であとこっからこれでホームだったんですよ、うん、なんでこれが使えたのがアマチュアなんですよね、うん、多分向こうから見ててもそんななんかわからないじゃないかな、ね、でギリギリのところであのステップもするんで、あ、なるほどね、はい、もうちゃんと踏み出しなさいということですね。そうですね、はい、なるほどね、プロはこれじゃないとダメって言われたんですよ、はい、だからもう首の動きとかも使いながらっていうところで、ギリギリこれでこれぐらいがギリギリだったんですかね。なるほどね、まあちょっとコツみたいな、はい、コツはもうアマチュアの方だったら多分もう、まあ、セット入って、はい、あんまりこう首をこうやって動かすと結構癖が出ちゃったりするんで、うんうん、僕はもうずっとキャッチャーの方、最後の方もキャッチャーの方を見て、それから牽制するようにしてましたね、うんうん、で、あんまりこうランナーの方を見ちゃうとすごい気になっちゃうんで、うんうん、ランナーの動きとかが、はい、だから極力見ないようになんかこの辺見たりとかしてあのごまかしてたんですが、ほぼ見なかったですね、うん、で大体なんとなく一塁ファーストになんとなく見といて、うん、でもし何かやばかったらグローブ動かすとか、うん、そういうので投げるから、うんうんうん、とりあえずそういうふうにしてっていうことを、はい、なるほどね、ランナーの方はほぼ見なかったですから、で一つポイントはやっぱり僕は軸足だと思ってるので、うん、軸足が曲がると同時に投げていく、うん、このこっちに動くんだけあのホームの方に移動するんだけどこっちにあの一塁の方に投げないといけないんで、うん、体重の移動はこんなイメージですね、うん、はい、そのままやっちゃうとボークだけどね。そうですね、うんうんうん、だからは、ね、はい、そんなイメージです、こういうイメージです、うん、はい、でより深く多分こういうふうに入っていると多分ホームなのかなっていうところだけだと思うんですね、うん、こんなイメージです。なるほど、はい、今のだったらまあ大丈夫でしょ、プロでも。いや今のもアウトですね、こっちのモーションがもうダメなんだ、これなんでダメなんですよね、はあ、多分アマチュアは今どうなのかね、今のなら大丈夫だと多分大丈夫ですね、はい、多分踏み出す足なんだよ ね、多分、まあ、この辺ぐらいまで収まれば、はいはいはい、ね、で基本は45度ですっていう話でも45度いったら、ね、うん、多分取られるね、45度までいっちゃうとね、アメリカなんかもうひどいんですけど、アメリカもここまでいってるやつとかいるんですよ、でこっからやったら歩けって言うんですよ、こうやってごまかすためにそれ面白いな、はあ、だからこうやって今ぐらいこうガーってやってピュッて投げるじゃないですか、うん、でこうやってもらってなるほど、だってこっちに歩いてるってことはもうほぼアウトですよね、はい、これ真似しないよね、はい、そうですね、まあこれはあのアメリカの一つの例なんで、まあでも本当アマチュアの方は多分大丈夫だと思いますよ、ここまで行っても。なるほど、僕は大丈夫だったんで、まあでももう何年前、何十年前ですけどね、まあ、ね、はい、あのまあ、取りたがる人多いからね、だからまあまあそのこの膝を曲げる感覚の中でちゃんとしっかり踏み出していく練習をすればいい、ね、うん、はい、だからここ一番で今の牽制、ギリギリの牽制はやればいいのかなっていうふうに思うので、ね、アマチュアにはねあんまりその OK かどうかをちゃんと確認してやることが大事ですね、はい、それとあの左ピッチャーってやっぱり試合を動かせると思うんですよね、あのエンドランかけにくくさせたり、うん、ピッチャーによって相手の監督の戦術が変わってくると思うんですけど、うん、
その例えば牽制をした後にクイックで投げるとか、うんうん、そういったところのコツっていうのはあるんですか？クイックで、まあ、基本でも全部ピッチャークイック、ね、ランナー出たらクイックで投げると思うんですけど、牽制だと思わせて、ね、高く上げてホームに投げれてスタート切らせないっていうのは多分やると思うんですけど、基本だから動かせないとかそういうのはあんまり気にしないでやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱりこうあくまでもホームに投げることが僕らの仕事で、あっちに投げるランナーを釘付けにするとかあっちに、ね、投げることがメインじゃないと思うんで、あそこはだから自分の醸し出す雰囲気だとかそういうのがすごく必要かなと。まあ、セカンドランナーだったら左バッ、ね、ピッチャー動きやすくなっちゃうんで、それはもう首の動きだとか、ね、逆ターンをして牽制したりしなくちゃいけないんですけど、一塁は自分の中 の、 この雰囲気とかこういうところで牽制ですよとかっていう風になっちゃうと、やっぱり同じタイミングで投げたりとかするとやっぱり動きやすくなるんで、そこはタイミングを変えたりとか雰囲気を変えるっていうのが重要かなと思うんですけどね、うん、あと、まあ、ポイントはやっぱり三盗を防がないと、そうです ね、 ね、そこが一番重要ですね、まあ、だから、まあ、それは結局技術というよりかはもう意識の方ですよね。はい、もう絶対にノーマークしない、はい、首の動きですね、はい、まあ、僕らランナーはもう大体首一定になってきたりとかしたらもうすぐ狙うんで、例えば2回以上絶対見ないとかね。あ、牧原さんそうだった牧原さんはこうやってやってこう見てるけど見てないから、見たら走れって、今足上げるの牧原さん、首の動きだけなんですね。 それはもうヤクルトはみんな分かってた、当時の話でも関係ないから、うんうん、もうね、みんな引退してるからあれだけど、こうやってやっててパッて見ながらこうやってあげるから、まあ、この時はもう見てないからって言って、顔はこっち向いてるけど見てないからって言って、それでいけって言って、イメージありますね、イメージありますね。うん、だまあ三盗、まあ左ピッチャーでも三盗のケアは絶対必要だよね。そうですね、はい、そこが一番一塁よりやっぱりセカンドの方がすごくシビアなんですね。こっち側に転びます、こういう名刺ね、はい、でそれは意識してるのはそのグラブ、そうですね、グローブを極力だから早くボールまで行って、はい、で正面入れないとこういうふうにはできないんで、だから正面に入ってっていうような感じですかね。これが一般的に言う、まあね、はい、でまあ万が一こっち側に転がってピッチャーが取らないといけなくてファーストに投げるときね、セーフティーとかですね、だからまあまあそうですね、はい、行ってこっち側に転がって、なるほど、で回転を早くですね、早く、はい、だからまあポイントとしてはある程度ボールに早く入って、はい、体の真ん中でここ、そうですね、ここをこういう、はい、すくい上げ る、でそうすることによって回りやすい、はい、ということね。で次はセカンド、アウトにするやつですね、セカンドに、これもまあ言ったら応用だよね。そうですね、まあ、それも正面に入るっていうね、はい、しっかりボールに入ってから切り返し、そうですね、はい、大体セカンドでアウトにするときって正面の、まあ、強めだもん、ね、強めの、はい、が多いんで、サードにスロー、これはサードは直線でいくよりこう膨らんでいくようなイメージですかね、投げる方向に体が向いていくように、はい、ってことで、で左ピッチャーの一番サードでミスを起きるのはやっぱこうやって上がっちゃうとボールが一定しないんで、この目線の高さあんまり変えないでこのまま投げていくっていう感じですかね、はい、それはちょっと前にかかるとかっていうのは大丈夫、前にかかっ
時はギリギリの時ですかね。なるほど、はい、やる時はだその時はもうファーストだ。ファーストです、はい、じゃあもう一回だけ、はい、イメージね、はい、この高さのまま投げて。そうですね、はい、なるほど。まあでもバントはね先でアウト取れるのもいいし、まあ、はい、全部オールセーフが一番やっぱりダメなので、一、ね、つアウトを取れるで、うまければ先の塁でアウト取れるというのはもう自分を助けますよね。そうですね。ね、まあ、ここも投げるだけじゃなくて、はい、まあ、アマチュアの人はもうたくさん練習してます、ね。間違いないと思います。はい、自分を助けるというね、はい。疑問君もやったと思うんですけど、大学時代もこればっかりやらされるんですよ。あ、中学校でもずっとやってました。そうですか。あのサブグラウンドで、駒大のサブグラウンドで、あの1年生ずっとこればっかりやらされるんですよ、ね。本当に本当になかったですね、あれは。あの時間苦痛で苦痛で。だから結局ピッチャーのそのなんていうかな、俺のね、はい、まあ、ピッチャーやってなかったけど、ピッチャーでよく若い子とかに言ってたのは、例えば牽制とか、うん、フィールディング、クイックモーション、これができたらもう投げることだけ集中できるでしょって、うん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 、でそれができないとランナー出たら、ああどうしようどうしようってなって、はい、こっち側に集中できなくなるから、それはもうやっぱり必須、うんうん、まあ、これはもうすごいボール投げててもそれで崩れたらいいピッチャーじゃないもんね。そうですね。だからあの、まあね、ジャイアンツの三本柱で言ったらやっぱり斉藤さん、え、マック桑田さんはあの、ね、フィーリングとあのバントもうまかったし、ね、クイックもうまかったし、で牧原さんだけなんですよね、バントはできない牽制できない。これ大丈夫、俺らのところ牧さん落としたら怒ってくるんじゃない。大丈夫です。もう常に僕のチャンネルでも落としてます、ね、まあでも実際そうだったんですよね。だから本当牧原さんが投げてる球が一番すごかったのに、あの一番勝ててないっていうのは多分そういうところもあるんじゃないかって言われてます、ね、そういうふうに言われてます、ね、言われてますね、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ、まあそういうところもね、アマチュアの人は大事に、ぜひ、はい、やってください。宮本慎也の解体新書、チャンネル登録お願いします。高橋さんの久ちゃんもよろしくね。